おいすこんにちは、アムリです。はい、ゴッドフェスも開催してますけども、とりあえずティアリストをね作っていこうかなと思います。あくまで個人的な評価なので、そこら辺はご了承ください。全40体ピックアップキャラクター、ガチャドラはちょっと含めませんけど、全40体が入ってるはずですよ、ということで、ちょっと長くなりそうなのでサクサクいこうと思います。全部ね結構やっぱ優秀なのでね、全体的にハードルは上がると思いますね。で、まず行きましょう。青ソニア、緑ソニアですね。まず緑からか。緑ソニアは、微妙かなと思う。このラインナップで見たら微妙かなって感じですかね。二色陣とか、スキルはもちろん、二色打ちながら覚醒無効解除で、強いっちゃ強い、使えるっちゃ使えるって感じですけど、L 字もあって。ただ、まあ他のキャラクターが優秀なので、そこまで出番はないのかなと言った感じです。俺、こんなだったら B に行くかもしれないですね、今のところだと。って感じ。武器も神キラチーム HP ありますが、まあそこまで出番はないと。で、青ソニアとかに関しても、もちろんグランエルブとかと相性もいいような、黒飛びと相性もいいような感じにはなっているんですが、まあね、あいつ誰だ、ビオーネか、あの辺の方も優秀ですし、ちょっと優先度としては下がってくるかなって感じですかね。チーム HP 強化の悪魔キラーもそこまで使わないですし、まあ出番としてはやっぱり薄いような感じなのかなといった感じ。まあ A か B かって感じだと思いますね。この中だとね、ちょっと B に下げといた方がいいかもしんない。なんかね、A プラスが溢れ出そうな気がするんよね、今回。すごいね、あ、こいつも A プラスだなとか思ってね、ちょっと入れてる時に思ったんですけどね。で、カーリー強化されました。これは強くなりましたね。スキボーいい火力出る。で、陣打ちながらの消せない解除かなり優秀ですし、火のカーリーもいいですね。こちら覚醒無効解除で冬を持ちになっておりますよと。で、あとはまあ武器もいいですね。水はちょっとまあ本体使うことあんまないかなって思いますが、武器もですね、チーム HP3 つのガードブレ、今ガードブレすごいですからね、これ使う機会全然ありそう今後って思います。で、あとは5色の、スキブバインドいいですね。武器もね全然使い道がありそうなんですよね。こちら操作がチーム HP2 個指パラの4色いいと思いますよ。水に関しては、チーム回復3つですね。で、雲5色これも使いますね。なので武器も非常に優秀なので、カーリーはもう A プラスでいいと思う。これはねかなり強いと思います。はい、ぜひ複数体ぐらい欲しいかな。武器としても本体としても結構複数起用するケースもあるのでいいと思います。はい、で続いてイルムですね。イルムは俺は赤色かな。はい、イルムくんは本体光属性として使うことは今のところそこまでないかな、ほぼないと言ってもいいかなって感じですかね。特に出番はなさそう。出番があるとすればやっぱ火か闇か。本体は操作延長と回復力を取り戻しながらのルーレット生成ということで、火と闇なので、あのスパイダーマンのベノムとかの編成でもね現状使われたりしてますね。その辺が相性がいいような感じにはなっておりますし、どこ行った闇は言うって最近あんま顔出さないな。別に悪くない性能なんですけど、ね、7のクリーダーで冬で切らさせて火力出しますよと。トゲ目覚めが一番有能的って言ったらいいの。あの、回復ドロップにのみトゲがね、ついて、目覚めてくれるので、なんかその辺のトゲ全部降ってきますみたいな感じの上書きよりも、めっちゃ上書きとしてすごくいいんですよね。とは思いますが、まあ、またね、トゲ目覚めの上書きのキャラクターも出そうですし、まあ、そこまで今もトゲ、絶対上書かないとやばいっていうところでもないという感じになっているので、あんまり顔は見ませんが、まあ悪くはない性能かなって感じですかね。出番的に見て A ぐらいかなと思います。はい。で、続いてパイモンですね。パイモンは最近あんまり顔出してない気がしますが、本体このスペックではもう見ないでしょうね。で、火もね、まあ弱いですね。覚醒も誤解しますけど、火力中途半端だし、小学生はこんな感じですね。で、闇は、スキムの多い吸収無効枠とかありますけど、スキルターン重いですよと。強化がちょっと欲しいところですね、パイモンはね。これ強化されて、これ圧縮されて本人火力出るようになったら、あとスキルターンちょっと縮まってくれれば、めちゃくちゃ使いやすいんで、パイモンは強化されればめちゃんこ強くなります。今、ちょっと使われてないだけで、これは強化さえされてしまえば本当に強いサブになる。で、あとは、あ、76リーターじゃないっけ、しかも。はい、ですよね。で、武器もね、追加してほしい。こんな弱い武器誰も使わないんで、火と闇の武器も追加してほしいっすね、とは思います。これ闇、マジで強化の余地すごいんで、期待度はあるんですけども、現状は、もう C です。はい。現状はね、ただね、これ本当に強化によってはバーンってここに来るんで、絶対ここに来ますよ、パイモンは。闇のパイモンが。なので、今の評価だとこうですけど、こいつはマジで取っといた方がいい。弱いからといって、たまにしない方がいいですね、パイモンはね。はい、そんな感じになっております。まあ、せめて B ぐらいにはしとくか。まあ、C とはいえど、あれですね。
一応まあ闇のパイも現状でも使えなくはないんでね、はい、そんな感じになっております。で、ネイはですね、評価が武器でぶち上がっててね、本体に関してはまあまだ顔見ないなと。冬はもらってますけど、武器がすごいっすよね。スキブ2個、バインド回復、烈強あって、火ドロキョウ、闇ドロキョウあって、回復ドロキョウの遅延3ターンなんですよね。これね、めちゃんこい。回復ドロキョウ漏れるのめっちゃありがたいしね、スキブも漏れるしっていうことで、これがまあ各属性あるよといった感じで、あのネイはもう、なんならカーリーの前に置くぐらい。本当にこいつは、こいつも複数持っておきたいね。なんなら全色武器1体ずつ持っておきたいぐらいかな。行き来がめんどくさいしっていう感じで。ネイは本当に武器評価で上がったキャラクターですね。で、サレーネはもう説明不要のランク上げキャラクターですよと。もう S ランクに入れますよ、こいつは。サレーネは、まあ持っておかないのなんかもう、ね、ランク上げ何も始まらないんでね。で、まあ武器とかもね、強いですし、サンタンヘイソンの花火とか。で、これも花火で、進化スキルで強いですし、まあサレーネは何体はいてもいいでしょうと言った感じになっております。で、ゼウスギガですが、これね、武器がすごくなったんですよ。スキルがね、だいぶ縮まったんですよ。ちょっとこれも上げとっていいですか。で、ですね、花火、HP 回復無効貫通花火なんですよね。これが強くて、自身も超つなげ2個ありますし、50倍以上強化もありますし、周回方面です。かなりね、便利な活躍を見せてくれそうな感じですね。スキルも6個あるので、なかなか、もうなんか、破格なスペックだと思います。で、武器もですね、スキブバインド、チーム HP 強化のレスキュー4つ。で、無効貫通花火ですね。これもまた使いますし、スキルターンだいぶ縮まったのがやっぱデカすぎるかなって感じ。闇とかに関しては、まあ冬持ちの無効貫通3ターン継続で、まあ編成難易度を下げるときに使うかなみたいな感じ。最前線とかで、第一優先で入ってくることはあんまりないのかなといった感じには見受けられますけどね。武器は、スキブ2個のチーム回復持ちで、まあ悪くないですよね。はい。うん。っていう感じですね。かなり優秀なキャラクターだと思います。ゼウスギガも、まあ、周回方面っていうところで行くと、まあ、結構優先度としてはやっぱり高くなってくるかなっていう感じ。まあこれはね、ネイと役割が違うんですよね。立ち位置が難しいね。また周回だからな、ゼウスギガは。一旦そうっすね。まあそこかな。ちょっと個人的にはネイの武器の方が攻略方面っていうところを優先したいので、上にさせていこうかなって思います。はい。で、ヘラルナですね。ヘラルナも強化が入りました。こちらは10強と50倍以上強化でどうのこうの、冬も持ってますよって言った感じですね。で、10ターンで全員エンハ4倍がループします。これはこれで面白いですよと言った感じで、まあ4倍、誰でも4倍ループしますよって感じですね。はい。しかも攻撃力のデバフで分かれることはないと。個別デバフで分かれることはありますけどね。っていう感じになってます。またこれは面白そうですが、まあ実際実用的かと言われたら、まあ今のところそこまでかもしれない。で、こちらは50倍か強化になってますよと。スキルは据え置きですかねっていう感じになってます。まあ、これは編成に合わせてって感じ。で、武器もすごくて、10強50倍か強化のスキル持ち。で、まあ、スキル据え置きですよといった感じ。もう火力をゴリッと出したい時には使えるのかなっていった感じですね。まあ、今はやっぱ10強とスキブとチーム HP 強化とか、ああいう使いやすい武器が好まれてる環境ではあるので、そこまで、ここまで火力に、めちゃくちゃ尖ってる武器を使ってる環境ではないかなみたいな感じですけどね。で、光属性に関しましては、ちょっと、秋くんで使いましたね、リーダースキルを。今ちょっとまた、誰使ったっけ？あ、そう、玉子に変わったんか。今、玉子が登場したんで、玉子に変わってますけどね。ヘラルナですね。まあ、そこ以外での出番はあんまりないのかな、といった感じにはなってます。武器に関してはこんな感じ。まあ、スキブ2個の回復ドロ強ですけど、そこまでかなと。火属性に関しては、こんな感じです。まあ、光属性の火属性バージョンって感じですかね。はい、武器はこんな感じ。スキブ2個の火ドロ強持ち、L 字持ち、封印持ちなので、まあ、これで出番あるかもしれないですね。L 字を主体とする火力の編成であれば、もしかしたらドロ強盛りとして出番があるかもしれないですね。はい。まあ、そうですね。なんか面白そうではあるんだけどって感じかな。全員エンハンス4倍ループ。面白そうだけど、実用的に使われたのが、まあ、これで、って感じかな。 A かなって感じですかね。まあどこで出番があってもおかしくはないけどって感じだと思います。はい、そんな感じの評価でいきます。で、グリゴリですね。グリゴリ今回神技竜が入ってますので、本体がスキルターン短くなりまして5ターンでですね、受けるダメージ軽減と、あとは無効貫通できるようになりましたと。まあ、これはね、属性的な相性が今の環境と悪いので、これはほんと火と木の 2way が木次第なので、今のところは特に出番はないけどって感じですかね。今後に期待です。で、水はね、強いですね。軽減がループしますよ。10強いっぱいありますよと。で、お邪魔耐性持ちなので、これは出番ありますね。軽減ループの火力出る枠です。
武器に関しては 2way プラと封印持ちでチーム HP チーム回復あるので、まあ封印耐性盛りたい 2way 武器っていうことで、まあ木のメタトロンでこと足りればそれでいいんですけども、うん、封印2個欲しいとかなってくるとグリゴリが採用されるのかなといった感じになっております。そうですね、うん、まあ軽減ループっていうことを加味すると A プラスに入ってこれるのかなという、水のグリゴリが非常に優秀なので、まあ、もし軽減ループで火力出る枠が欲しい方とかはいいんじゃない、秋くんとかの編成にも入れると思うので、その辺で確保してあげるのもいいんじゃないかなとは思いました。はい、でシビニアですけども、シビニアは変身後攻撃力が化け物になりました。で超つなぎ持ち冬持ちの50倍か強化持ちキラー持ちですよと、2ターンで上段下段に列生成しますので、ちょっとパズルすれば超つなぎも発動するよと。ハロウィンのシビニアやムザンと合わせてあげて回復自動回復しながらの2列生成とかが強いのかなといった感じで、表の道の申請ぐらいなら、まあ2枚で軽く周回はできるんじゃないかなといった印象です。武器とかの追加はなかったんであれなんですけどね。うん、ただまあシビニアじゃないとダメっていうところはそんなにないような気がします。はい、 A 評価とさせていただこうかなって思いますね。まあちょっとしたところの周回にはお役立ちって感じですかね。でエアに関しては、エアクルが来るのでちょっと強化もらいました。火力がねすごい出るようになった。うん、ただスキルの役割どうかなみたいな、6ターンスキルで軽減と76にします、コンボ加算しますようですけど、まあ言うて出番はないかなって感じですかね。落ち込んだしリーダースキルで4加算ありますよと、操作時間も伸ばしながらの30倍で、まあ悪くはないリーダースキル使おうと思えば使えそうっていう感じですかね。激減でもあります。ただまあ別に特段めっちゃ強いってほどでもないって感じかなと思います。まあそこそこ評価、ちょっとスキルでの役割が薄そうな感じがするので B とさせていただこうかなって思います。で、続いてサフィーラですね。サフィーラに関しましてはめっちゃまた強くなって、ただでさえ強いのにまた強くなって、無効貫通7個持ちで、あとはスキルエンハンスの2ターン、まあ、これ変わらずって感じですかね。生成で第3属性も光あってって感じですが、これはね結構前線の攻略が可能、裏強調とかも全然クリアできるスペックでしょみたいな感じで、まあこれはねやっぱ今の環境的にも強いリーダーになってくれるのかなと、まあ、最強リーダーのあのねどっかのサイトのベスト15とかには入ってこないかなぐらい、他のリーダーがめちゃくちゃ優秀なのが多いんでねって感じですけども、まあ、その下にはいるよねと、うん、一番上から下のなんかランクのやつにはいるでしょっていう感じのリーダースキル持ちですね。あのランク上げとかでもね2枚で簡単に周回もできたりするので、うん、これサフィーラは全然リーダーとして運用ありだなって思います。武器もいいんですよね。スキブ2個も互換で2ターン変数なんですよね。うん、これも悪くはないっていう感じで、なのでサフィーラは僕の中では結構ねリーダースペックとしても高いので、まあ持っておいたらいいかなって感じ。まあ他の強いリーダーがいっぱいいる方はですねそこまで出番はないのかもしれないですけど、ちょっとあんまいいのキャラいないなみたいな人でサフィーラ引けたら普通に強いリーダーだと思います。はい、そんな感じになっております。で続いてメイファンですね。メイファンはどこに行ったんでしょういた。メイファンは2枚ループ強いですね。操作時間延長は HP も回復力もループしますよと、ガチャドラ2枚リダフレで組んで、マシンテープとかはまあ武器で付与してあげて、でメイファンを2枚サブに入れてみたいな使い方が強かったですね。もう EX ダンジョンクリアできるスペックなので、ちょっと EX みたいに攻撃力敵が強いとか耐久値上げたいなっていう時にはねめちゃくちゃ強いです。メイファンは火力も乾燥するしね、100分の1ぐらいなら。で武器は1個目は別にかな、非海属性武器強いですね。5色の暗闇完封指プラ、ただまあこの後紹介する武器がとんでもないのでこの武器の価値がちょっとおやおやってなりますけど、まあでも A プラスだと思います。ここかな。はい、まあ本体が強いですね、メイファンはね。ちょっとね、イデアルっていう化け物が出たんで。はい、続いて、ローレンスですね。ローレンスに関しては、スキブ最大7持ちで、5ターンスキルで、軽減しながら、76しながら、吸収無効やるっていうね、なんか、一人でめっちゃ仕事するやん、みたいなスキル持ってます。で、武器に関しては、1個目の武器は、チーム HP2 個の無効換で、まあ、今の環境だったら別に普通かなと。で、こっちの武器いいですね、スキブの、非海属性付与もありますが、チーム回復4つのチーム HP 強化でダメージ無効持ち。これ強いですね、これ出番ありそう。はい、で本体は意外と出番がありそうであんまり採用されないよねっていう感じかな。76にするスキルっていうのが今後大切になってきそうなので、これからまた評価が上がってくるんじゃないかなとは思ってます。まあ今の環境だとちょっと A 評価なのかなって感じですかね。まだまだこれからなんか出番の余地がありそうって思います。ちょっと期待値はありますけどね。はい、そんな感じですね。
で、このイデアルというバケモンなんですけど23ターン変身で、変身後まずすごいんですよ。5色4つの浮遊で火力めっちゃ上がってるっす。で、3ターンスキルで5個ずつ生成からの全ドロ強からの上限値50億で第3属性持ち。これね、すごい。これすごいっすね。普通に多色編成でだいぶ強いと思う。で、リーダースペックも、HP 倍率しかないのがちょっと懸念点ですけど、2.5 倍半減で実質 HP は5倍。で、ドロップ5個消し1個につき2か3増えまして、攻撃力50倍出ます。すごくない？やってることはすごいと思うんですよ、こいつ。普通になんか、ちょっとうまいこと編成組めば環境最前線で戦えるでしょっていう感じ。まあ、イデアルをリーダーにすると回復力の問題が生まれそうで怖いんですよねとは思うんですけどね。他の多色系のリーダーにするのもありなのかなっていう。ただそうなるとサブに3枚詰める必要があるので、ちょっと編成難易度がぶち上がるんですよね。結局、イデアルってやっぱ3枚ループさせるみたいなことがありそうなので、その辺で編成難易度が上がっちゃってあんまり流行りはしないのかなって感じですけど、やってることは結構えぐいと思います、これ。全部書いてること。すごいと思う。覚醒も強くなってて。潜在も8枠触れるしね。これはね、また出番がありそう、前職系の編成で。で、武器が、武器がなんかとんでもないことになってて、ドラゴンタイプ4の5色のチーム回復2つの、操作が暗闇寒風2ターン遅延全員波4ターン継続。これ、さっきのメイファンの武器が泣くんですけど、こんなもん見せられたらって感じですよね。操作がついちゃったみたいな、チーム回復もあるんですかみたいな。とんでもない武器ありますけど、ここにみたいな。で、こっちもいいっすよね。4色に全色ドロキョ。やばすぎ。しかもプラス。やばいわ。イデアルやってること、なんかすごいやばい。全部やばい。A プラスのめっちゃ前に置きたいって思いますね。これはね、引けたら武器でも1体持っておけばいいと思います。わざわざ3枚ね、引きに行けとは思いませんけど、武器で1枚持っておくとかなりいいかな。多色系の編成で今後武器の活躍全然ありえますね。もう絶対あると言っても過言ではない。で、続いてギターのソニアですね。これも強くなったんですよね。変身後に関しては5色じゃねえ、ごめん間違えた。浮遊持ちの10強4つですよと。3ターンで操作時間と回復力のループします。上限値も上がります。第3属性も水もらえてますよと。リーダースキルも溝にコンボで半減して、まあ 2.3 倍半減ありまして、5か3持ちなんですよね。ミオンみたいな水のコンボの編成が今後来てた場合には、リーダーとかフレンドとかの相方としてもね、候補で上がってくるようなキャラクターになるかなと思うし、今だったらまあサブでも全然強い。水とか、水限らずですけどね、あんま別に、ね、10強で火力出すから、別に水パに限らず入ってこれるような編成になるかなと思います。ドラゴンタイプ1つにつき回復力上昇っていうのは、まあ、あんま気にしなくてもいいかもしれない。もちろん、ドラゴンタイプ多かったら回復力が上がって、超高度への対応力が高いとかはあると思うんですけども、まあ、とりあえずデバフの上書きができる時点で強いよねと。操作時間はもう何も関わらず、2倍しますよと言った感じになっておりますので、結構いろんな編成に幅広く入ってこれるようなスペックになるかなと思いますので、ギターソニアはね、結構当たりだと思いますよ。で、武器も強くなってて、副属性付与しながら無効貫通チーム HP2 個なんですよね。で、封印もなんなら2個あるっていう感じで、水属性を付与しながら無効貫通とチーム HP 強化できるのが多分一番ノルザな、あれ何のノルザ、花嫁か、花嫁ノルザの武器が一番強いかなって思ってて、その次にこいつが候補として上がるのかなって感じですかね。その次がガンホーコラボのつくよみとかかなって思いますけどね。はい、まあそんな感じでかなり強い武器になってるよって感じです。はい、ここに置こうかなって思ってるんですけど、あ、ネイト、ネイこうかな。はい、そんな感じになっております。かなり優秀だと思います。これまた使ってみた動画出せるかな。ちょっとね、年末年始なんやかんやイベントが多いからな、ちょっと動画として紹介できるかわかんないけど、できたら紹介したいなとか思いつつって感じです。はい、で続いてロシェですね。相変わらず火力が上がりました。2ターンヘイスト変身ですが、スキブがないのが気になる点でちょっと入れづらいんですよね。火力めっちゃあります。変身後2ウェイと50倍が強化も活かせばめっちゃ火力上がります。で、6ターンスキルで 50% 自傷と、吸収無効と酸化酸あって上限値上がります。第3属性闇ありますよと。まあ、って感じ。なんやかんや多分使われないと思います。また、結局。スキブを持つだけでもだいぶ違うと思うんですよね、変身前にね。ちょっと入れづらいっていうのがあってね。あと50倍か強化っていうのが、って感じ。リーダースキルは機械闇の4個騎士以降につき2倍1か3のドラゴン悪魔タイプ全パラ 4.6 倍で、なんか、ダキ&牛太郎と相性が良さそうな感じに見受けられるみたいな。まあ、そんな感じですけど、まあ、なんか、って感じ。火力は確かに出るけどね。
武器に関してはいいっすね。ドラゴンタイプに対してめっちゃ火力出します。2ウェイもあってバインドも封印もあるので、まあ、これは武器はね編成によっては相性良くて入ってきそうって感じですかね。2ウェイ系の編成には強いと思いますよ。武器での出番はあるかもHP とか余裕あれば。本体はねなんやかんや多分使わないんすよね編成に入れづらすぎてなんやかんや使わないかなって感じですかね、うん、まあ A の前あたりに置こうかなと思います。ちょっと A プラスには入れないかもしれない。はい、こんな感じですね。で続いてドラム、バレリア、スキブいっぱいあって28ターンで9ターン継続軽減変身。変身後は10強2つの L 字持ち、対戦2個持ちですよと。3ターンになりましたね。6ターンエンハンスですよと。一旦ルレ生成、んーまあスキルの役割がちょっと薄いかって感じですかね。ルーレットもループしたら強いと思うんですけどね、ちょっとそこまでは至らずって感じなので、これも弾薬や編成には入ってこないと思います。で武器に関してはチーム回復、これ強いですね。チーム回復4つの指プラのスキブで2ターンヘイストなんですよね。これはねスキブがつかなくても使ってたので、ついたことによってより使いやすくはなったかなって感じですかね。はい、まあ言っても A でいいかな。まあ必須ってほどではないので、まああったらあったでかなり便利かなとは思うので、出番はあると言ってもいいって感じですかね。はい、で続いてミルですね。キーボードミル、ちょっとこれも覚醒が追加されてますが、20ターン変身で、変身後は10級やつの L 字ついたのでアシスト無効も解除できるようになった、第3属性もらった、5ターンで軽減しながらの覚醒無効解除と全員エンハンスですね。軽減ループを使わない編成にはいいかなって思いますね。上返っちゃうのがちょっと懸念点ではありますけども、まあ、やれてることはかなり優秀かなと思いますね。まあ、最近は光属性アマテラスドラゴンとかダメージ半減しながらね覚醒無効解除したりするキャラもいるので、まあ、そっちでいいやってなるケースはあるかもしれないですけどね。まあ L 字持ちだったりとか全員エンハンスっていうところで差をつけていければいいかなと。で、あとは回復の十字消しはまあリーダースキルは言うて流行らないでしょうっていう感じですかね。はい、そんな感じです。まあ個人的には A 評価かなって思いますね。うん、武器はこんな感じです。スキブのチーム HP、チーム回復2つの雲ですね。3ターンヘイスト、操作時間10ターン 1.5 倍、悪くないですね。武器もなかなか良さげかなって思います。使いやすさはかなりいいと思いましたって感じですね。はい、まあ A プラス、武器評価を含めれば A プラスにまあって感じですけど、まあ最近の武器と比較しちゃうとそこまでなのかなって思ったりは。でラスですが、ラスは5色5つ浮遊持ち、その他覚醒がまあ超覚醒にはあるけどって感じ、バインドとか何もないですよと。5ターンスキルで76にしながら5コンボ加算と全エンハンス5倍ですね。まあ76にするスキルが今ちょっと活躍中ではあるのでって感じではありますが、ちょっとさすがに物足りなさすぎるかな覚醒が。でリーダースキルはドラゴンタイプ5倍の5色で5倍の5加算5秒延長、まあ555って感じですけども、まあなんかそこそこかなみたいな。本体武器に関してはスキブ封印ガドブレいいっすね。ガドブレチーム HP にこれ76にしながらマスキル据え置きですよと。覚醒は意外と優秀かなって思ったりで、あとはまあはい、この辺はイラスト違いなだけなので放っておきますけど、まあなんかなくても困らないかなみたいな。火力は確かに高いですけどね、この火力なら第3属性もらえていいと思うしって思ったりはするんですが、まあなんかそこそこスペックなのかなって思ったりはしますね。どこに入れようかなこいつ。まあ A プラスまでは入れないかなみたいな感じで、別になんかなくてもみたいな、入ってきてもおかしくはないけど編成に76にするっていうスキルの優秀さから、まあ多分入れづらいだろうなって思ったりはしております。はい、そんな感じです。で、ホノリン、アワリン、モリリンですね。これもやっぱりね、本体は早く強化しろって話なんですけど、武器は相変わらず無効感で強いですね。無効感ヘイスト武器。最近はどっちかっていうとね、宝石姫たちの方が使われてるような気がしなくもない。まあ無効感2編成だったらこっちがいいよってはなるんですけども、なんか最近昔よりも見なくはなったかなぐらいですね。ただまあやってることは相変わらず強いので、まあかなり優秀かなとは思いますけどね。まあこの辺に、入れておこうかなって感じですかね。最近ちょっと僕の中では宝石姫の方が評価が上がってるかなって思います。はい、で光輪ワルリンですね。これも結局本体どうにかしてあげてほしいんですけど、これも武器ですね。やっぱ2ウェイ編成では相変わらず強いかなって感じ。まあこの辺は2人並んでもらいましょうか。同じような感じですよと言った感じになってます。で、ロイヤルノーチラスですが、まああんまり顔は見なくなってますけど、まだね一応最善で踏ん張ってる感じはありますね。 EX ダンジョンをクリアしたりとか、あとは一応裏奥町も行けたりとか、一応玉子と合わせていけるみたいですけど、
まあだから最善で戦えるスペックはまだ持ってる、まだ持ってるって感じですかね。なんとかまだ持ちこたえてるみたいな感じだと思いますけど、強化が入ればね、つか入ると思うんですよね。1年越し、まあ、どうかな、12周年で強化が入りそうな気がするんですけどね。全然強くなる余地あると思う。運営でやっぱロボ好きだからね、多分強くなると思いますよ。で、武器はスキブのドロキョ持ち、ヘイスト2ターンで L 字持ちですよとかあったりします。無効換スキブバインドとかもありますけど、はい。まあ本体スペック一応最善ではまだ戦える。で、相方ライバル、ウルフデートナー、ウルフデートナーの方がやっぱ使いやすさは相変わらず上っすね。こっちにしようかな。ウルフデートナーは、まあ、2way で使いやすさあって、クリスマスのメリディスと合わせてあげたら結構強いっていう感じですね、現状だと。まあ、割合対策もできますし。で、あとは武器はスキブのドロキを持ち、2way プラス3ターンチェーン。まあ、相変わらず別に使える武器持ってて、こっちの武器はあんま出番ないですけど。まあ、ウルフデートナーそうっすね。この辺に置いちゃってもいいのかなっていう感じ。ロイヤルノーチアさんもちょっと隣ぐらいに。そういうところかな。一応最善では戦えるスペックはもらってるかなっていう感じにはなるって感じですかね。はい。まあなんか、このままだと多分ね、どんどんいろんなキャラクターに追い越されていくので、また強化されて、最善で戦えるスペックになってくれたら嬉しい。すぐなると思うんですけどね。って感じになっております。で、アグリゲートですね。アグリゲートもちょっと最近の環境は落ちてきた感はあるか。二段階変身。回復ドロキョ持ちで冬持ちの10強4つはね、さすがに優秀です。ただね、上限解放つけようか、運営さん、これ。上限解放つけるだけでいいと思います、アグリゲート。防御が硬すぎる、最近の敵は。21億3枚じゃ何も通らん。21億3枚火力じゃもう本当にどうしましょうみたいな感じになっちゃうので、これは上限値が多分上がりますね、アグリゲートは。近いうちに。っていう感じですね。もう本当それだけでいいと思います。まあ、あとは10強が1個増えたらより嬉しい。それだけでまた環境最前線に行けるんじゃないかな、みたいな。70億まで解放してくれたらめちゃくちゃ強いです、アグリゲート。期待してますね、そこは。でもね、あり得ると思うんですよ、本当に。70億3枚で、最大210億の火力10強1個増え、全然フェスゲンのこのクオリティならやっていいと思うんだけど。で、武器はスキルマイナス10強の光ドロキョプラス3つ、まあすごいですよね。ただまあスキルが平人とかなんでもないので、もう最近の環境だとどんどん強い武器出てるから大丈夫それでみたいな。その覚醒で本当に大丈夫、そのスキル内容で大丈夫っていう感じですけどね。まあ、スキブマイナスいるそれみたいな感じですね。今、スキブが出てるもんだって。スキブの10強のドロキョが出てるんだから、スキブマイナスなんていらないと思うんですけどね。はい、そんな感じ。これは毒の加護あって、まあ、使い道はあんまないと思いますけど。まあ、アグリゲーターやっぱ本体かな。評価として高いのは本体スペックだと思いますが、このあたりかなっていう感じですかね。まあ、これはね、ちょっと今の環境的にはちょっと、と火力の上限値を上げてくれないと難しそうって思ったりはしました。はい。で、続いてグランエルブ、相変わらずこいつは強いっす。黒飛びが強い以上は強いですね。しかも黒飛び以外の編成でも入れますからね。10強3つ 2A プラの冬持ちで、またさらに火力上がりそうですけど、どっかのタイミングで。3ターン上限80億が強い。やっぱり今の高防御にも対応できるこのスペック素晴らしいです。で、武器もリダチェン武器のチーム HP2 個は強いです。はい。こいつはね、S に入れます。はい。グランエルブはやっぱ強いですね。落ちるところを知らないって感じですね。1年ぐらい強そうですね、こいつもね。はい。で、ガチャドラもやっぱ最善で戦えるスペックだから強いし、武器も全部強いからやっぱ強い。まあなんか頭が悪くなって今なりましたけどね。27ターン2段階変身ですね。変身後冬持ち10強4色で火力高いです。無効貫通全色陣を作るのが偉いですね。どっかの増白点と違って。で、第3属性をもらっており、ガードブレイクもやっぱり発動できるので、その辺が今の環境でもやっぱり使いやすさは上がってる。より多色の評価上がりましたね。武器もバインド7強2つの2ターン変装、まあこれはちょっとなんかプラスアルファ欲しくなってくるね、今の環境だと。で、これは相変わらず強い。チームチームにこの5色で3ターン変装、これ強いです。で、これは2ターン変装全ドロ強ですよと。まあこれなんか、これもプラスアルファなんかつけてくれ。はい、これいいよね。これさ、ちょっとチーム HP2 個とか追加してもいいと思うんですけど、マシンタイプ付与できるから、自身の編成に入れやすくなるんですよね。だからこれ辺を、なんか、プラスアルファ覚醒がつけば。で、こちらは花火ですね。花火3ターンヘイスト。あんまり、なんか、そこまですごい頻繁に使ってる感じはないけども、まあ、いざとなったら、ゲルグ系の編成では強いと思います。はい。な感じですね。ガチャドラもね、S ですかね。まあ、グランエルブの次ぐらいかなって思いますけど、
うん、これはまあ上からちょっと最近最強リーダーが増えすぎてるんでちょっと落ち込みつつあるかもしんないけど、やっぱウルフデートナ系よりはだいぶ今の環境でも強いのかなっていう感じだと思いました。はい、そんな感じですね。でカラットシルク神を宝石姫たちですね。宝石姫たちはね、武器がね、これまたなんかね強くなったから武器評価が今ねだいぶでかい。本体はねどうにかしてくださいって感じですけど、L 字組んだらまあ軽く出るよって感じですね。武器がすごいので、まずこのこういう3色のドロキョ3色プラスの回復ドロキョを待って致命チピニコまあ強いですし、普通にこの武器が強くてどこ行っちゃったんでしょうか。で、こいつらも全部強い。副属性付与ドロキョあって7キョプラスになった。 L 字あって致命チピニコの3ターンチェーンですね。もう文句なしでしょ、こんな非属性バージョン、非属性バージョン、はい。これをなんだったら多色の誕生で使いましたけど、誕生編成とかでも使えるので、これはねだいぶ欲しい部類になってくるんじゃないかなと思ってます。そうだな、これどこにしようかな、この辺、いや武器評価、このあたりかロイの地、ロイの地を超えて上に行ってもいいかもしんないですよね。本当に武器評価で言うとめっちゃ欲しい人多いと思うんですよね。まあこの辺にしとこうかなって思いますけど、出番的に言うと多分ね武器はめっちゃ出番あると思う。今だったら本当にホノリンとかアワリンとかの武器よりも結構使われてるイメージがありますし、僕も結構使ったりしてるので結構欲しい人は多いかなとは思っております。はい、そんな感じですかね。うん、まあどちらかというと最前線方面攻略で使われるようなイメージだと思ってもらえればいいんじゃないかなとは思います。はい、で、はい、バケモンサーブですね、スーリアこれスキブ1個増えたのでかすぎで、変身後はもう皆さんもう嫌なぐらい見たかもしれない。回復ドロキョウ持ち、 L 字持ち、十字持ちの吸収無効ヘイスト強いですね。回復力がやっぱり欲しい、トゲとか回復力減少とかあるのでそういう環境では強いと思います。 A プラスでぶち上げます。はい、まあ S には入れる気はないんですけど A プラスの最善に置くつもりにはありますね。これは持ってない人は何が何でも欲しいぐらいな感じ。まあ必須かと言われたら別にかもしれないですけど、これはマジで強いサブです。はい、今後とも多分最前線で使われます。はい、まあ、そう考えると S に入れてもいいのかもしれないけども、まあスーリアがなくてもギリッツが、まあ、なんとかなるはなんとかなるかなみたいな感じですね。うん、ただまあ持っておいたらかなり便利だと思います。めちゃくちゃ強いと思います。はい、で、続いてトライアングルビート、リダチェン武器が強いですよと。本体はねまあ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 そこそこかなみたいな。で、武器がね、リダチェン武器なんですが、スキブ持ってて、封印持ってて、ドロキョウ持ってるんですよね。うん、これいいよね。19ターンで別に重たいスキルでもないですし、チーム1もあるので、これはリダチェン武器として今後全然使われる。なんだったら神タイプ付与までハマってくるケースがあるって感じですかね。はい。これはね、持っておきたい。リダチェン武器の中ではだいぶ優秀だと思いますよ。どうしようかな、まあ、この辺りに入れようかなって思いますけどね。まあリダチェン武器もいっぱいあるのでいろいろ持ってる方はね、まあなんとか代用は聞いたりするかもしれないけども、スキブ持っててドロキョウ持ってる武器なんでめちゃくちゃこいつはいいと思ってる。でこのハーツもね同じ感じ、本体はまあ別にって感じなんですけど、武器がこの回復ドロキョウ持ち、トライアングルビートの方がチーム HP 強化持ちで、あちょっとこれ飛んだわ、こっち飛びましたけど、トライアングルビートの方がチーム HP 強化持ちで使いやすさは上かなって思います。なのでその次ぐらいかなって思いますけど、こちらもねスキブなので確定購入ですよねこいつらね。だからリダチェン武器としてちょっと1枚持っておきたくなるかもしんな、ね、い。どっちかっていうとやっぱり、ちょっと高い方のあのこっちの方が使いやすさは上なんで、出番としてはこっちの方があり得るのかなって感じ。こっちは回復タイプ付与、回復タイプ付与することあんまないですね。神タイプ付与はね出番がありそうって感じなんで、これはね持っておきたい性能かなって思いますね。リダチェン武器非常に優秀だと思います。めちゃくちゃいいと思いました。で、続いて、はい、いなかったので追加しました、レイランですが20ターン変身ですよと。変身が2ウェイと3色で借り下せる覚醒無効解除からの陣、まあ別にかなって思います。はい、でこちらになると T 字消し持ちで、最大 HP を76にしますよと。まあなんか特にそこまですごいスペックはないかも。76リーダーではあります。武器に関しては T 字スキブプラスの指2秒ですね。まあ別にかな。でこっちはいいですね。お邪魔完封、チーム回復3つの3色ですね。まあ別になくてもみたいなところはあるんですけども、この武器内輪がまあ出番があるかなみたいな。 A かな、 A のそうですね、まあ
まあ、この辺りかな。別にそこまで上な感じはしないかなって言った感じはします。でカリンですが、まず変身の方は20ターン変身ですよ、3色2ウェイですよと。で回復力とかの陣が打てます。リーダースキルいいですね。5加3 77% 軽減、神ダイブ回復力4倍ですね。これリーダーとしてのスペックは悪いものじゃない、結構いいと思います。でこっちに関しては十字消しスキブ6個で操作時間全員派持ちの陣ですよと。陣じゃないよ、ごめん、生成ですよと。76リーダーですよって感じですね。変身のリーダースキルすごくいいと思うんですけど。で武器に関しましては泥気を持ち 1HP の十字、おーいいですね。火力、この覚醒めちゃくちゃいいと思うわ。で、こちらはスキブの3色の泥気を3色持ち、3ターン変質ですね。まあ悪くはなさそう。で毒貫風のチーム回復3つの3色武器ですね。意外となんかレイランよりはカリンすごくいいものもらってるかなっていう感じだと思います。 A の前に置いちゃっていいんじゃない。カリンはね結構優秀だと思いますよ。 A プラスになんなら入れてもいいかもしれないって思ったりするかなって思うんですけど、カリン A プラスに入れていいですか。こいつはちょっとねなんか可能性を秘めてるかなって思います。はい、これは優秀です。武器含めて結構評価としては高く見積もります。で、エキドナサラですね。これもですね、まず変身はこれね無効貫通3ターン継続1ターンチェーンなんですよね。回復ドロキを持ちで L 字も持ってる、めちゃくちゃいいと思います。エキドナサラはマジ強くて、でこっちの進化の方も、回復ドロキを持ちの属性吸収ダメージ吸収無効なんですよね、スキブも最大6にできたりとかで、かなり76リーダーだし回復ドロキを持ちでかなり優秀です。で武器に関しては7強の操作家の封印2個ですね。まあこれは別になくても良さそう。でこっちの武器いいですね。チーム HP にこの回復ドロキ持ち、毒カンプで3ターンチェーンですね。はい、これもやっぱ毒カンプ武器としては強いので、ヒトナサラは持ってるものは結構全部強めかなって思いますんで、評価としてはだいぶ上に上げたいかなと思いつつ、どこにしようかな、この辺りにしようかなって感じですかね。そうだな、結構ね回復ドロキョウ持ちの吸収無効っていう枠がね代用が効きづらかったりするんですよね。っていうところで、そうだな、この辺りに入れちゃってもいいんじゃないかなと思うぐらいのスペックかな。まあこの辺りかなっていう感じですかね。まあ、リダチェン武器の方が個人的には今武器がねインフレが激しいんで、本体もまあ回復ドロキョウを持ってて、も吸収無効も結構増えてきているのでって感じはあるので、リラチェン武器の方が多分代用が効かなくなりそうな気もするんで、あっちにしましょう。でアルダウネも強いんですよね。スキブ2個のこの変身、回復ドロキョウ持ち、チーム HP もいっぱい持ってるよと。覚醒無効解除全員ハース、バインドも回復できるようになったと。はい、もう強いですね。これも強いですし、で、進化後に関しましても、76にするスキルで、エンハンスついたので、攻撃デバフも取り返せるようになってます。はい。今、76にするスキル、4ターンが、一応最短かな、3はないはず。変身とかが含まれるんだったら3がいるかもしれないけど、非変身は4が最短なはずなんですよ。なので、まあ、最短のものをもらってると言っていいと思います。3がいたらごめんねって感じですけどね。はい。確かいないはずですね。4が最短だったと思います。で今後も76で使われそう。回復生成も7だったら便利だし。で武器はチーム HP3 つの泥鏡3色持ち、強いですね。はい。でこちらもお邪魔完封、チーム HP の回復泥鏡つきました。アルダウネもいいっすね。アルダウネも今後評価がまた上がってきそうな気がします。はい、この辺りに入れようかな。エキドナを超える勢いかもしんないけどね。これはねやっぱり強いと思いますね。今後とも出番があるかなといった感じですね。で続いてアルダウネじゃねえ、誰だっけ、エンジェルか。エンジェルに関しては、20ターンにヘイスト変身で、変身後回復ドロキョウ持ち、10キョウ持ち、 L 字持ちの、エンハンス陣ですね。まあ特に出番はあんまりなさそうかなって思います。で、進化後に関しましては耐性2個埋めできますよと。で操作効果も超覚醒ありますよ。 80% 軽減、操作時間回復力エンハンスで、まあ耐性埋めにはいいかもしれないけど出番としては薄そう。で武器に関しては回復ドロキョウ2個持ち、クモ持ちでスキル据え置き。で、もう一個は、暗闇カンプ、チーム HP に、この武器が、まあまあって感じかな。ただ、暗闇耐性武器も増えてきてはいますので、まあそこまでかな。これはね、なんかハーツの中ではちょっと低めかなって感じですね。そうですね。まあ、そんなに、個人的にはね、
そんなになんですよ。個人的には別にそこまで持っておきたいほどのスペックはないかなって思います。暗闇貫通武器とかがない方は持っておくといいかもしれないんですけども、その他での出番はほぼないと言っても過言ではないぐらいないと思います。はい。でルカ&ミツキですね、これ76にするスキルがついたので炭治郎とかとも相性がいいですよって感じかな。生成の陣とかも火薬泥鏡持ちなのも優秀ですねって感じになっております。はい。武器に関してはこれ強い、スキブ3つチーム HP2 個ですね。現状スキブ3つ武器の中でも一番強いって言ってもいいかも。でその他もスキブチーム HP2 個の泥鏡持ち強いでしょうっていうのもあって、スキブ TG、 まあこれはまあそんなに、で、まあ、次でチーム HP の泥鏡持ち、うん、ルカ&ミツキ本体スペック含め帽子がすごいんで、そうだな、スキブ3つ、スキブ3つ、まあこの辺かなーって感じですかね。やばいな、 A プラスが溢れ出そうやばい、 A プラスがやっぱり増えすぎるな。あと2体やばい、あと2体も追加してしまったら、しかもカノアンドクロネは絶対 A プラスに入るんだよな。カノアンドクロネアンドフーですけども、これは10強6個ですねで上限値上げますよと、リーダースペックも高いですし強い、全然まあ流行ってないだけで持ってるものはだいぶ優秀ですねと、確定生成ですし、で武器もいっぱいあるんですけど、10強の763ターンチェーン泥強チーム HP チーム回復持ちとか、あのスキブのさっきの貴族性バージョンとか、10強バインド持ち、10強バインドってマジでいないんでね。はい。で、闇の無効貫通の泥強3ターンチェーンとか、自動回復プラスで4つ持ちとかで、スキブの泥強もなんかもう持ってるもの全部強いんですけど持ってるもの全部強いと思うんですけど、今だとそうですね、でもまあこのあたりやっぱね、イデアルの武器はね俺めっちゃ持っておきたいと思うんですよねっていうのもあって、まあこのあたりに来るのかなって思ったりはしますが、まあこの辺にしようかな。うん、やっぱ持ってるものはスペック高いですし、武器もかなり優秀なので幅広い分ところで出番があるかなみたいな感じですね。まあそのあたりにしておこうかなっていう感じですかね。はい。で、ラストですね。3列になっちゃうんだけど、これ。ハクが、無効貫通の4ターンで、吸収、ダメージ吸収無効と無効貫通できますよって言った感じになってます。3色と2ウェイで火力出しますよと。で、こちらに関しましては、7ターンでダブル吸収無効継続。で、武器は、スキブ2個の封印2個、L 字持ちとか、あとは暗闇カンプチーム革密、まあ武器がやっぱ優秀かなって感じかな。ハックは A でいいかもしんない。はい。まあ、このあたりかなって思います。はい。以上ですね。ちょっとまあ C ランクは使わないように一応心がけてはいたのであれなんですけど、こんな感じかなと思いますね。まあ多少の前後は全然していいんですけども、一応まあランク付けとしてはこんな感じで、まあ皆さんもいろいろ意見はあるとは思うので、まあその辺は全然いいと思います。まああくまで僕個人としての意見にはなってくるのでって感じなんでね。はい。まあ結構やっぱね、優秀なキャラクターは多いかなと。フェスゲンしかりですね、その他この限定、季節限定のキャラクターも結構強くなってるキャラもいますし、まあもともと強いやつもいるしって感じなので、うん、まあ、ワンチャンちょっと引いたらいいの出るんじゃないかなみたいな感じだとは思います。はい。そんな感じですかね。うん、っていうところでちょっと長い動画になってると思いますけども、ここで、ここまで見てくださった方ご視聴ありがとうございました。このキャラクターはこうやったらこう強いからもっと上だとかありましたらね、よかったら、コメント欄で教えていただければなと思います。はい。ということでね、少しでも参考になった方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。皆さんのね、引けたキャラクターとかもよかったらコメント欄で教えてください。あーそうだ、無料分来てるから無料分引くわ。これかな。はい。何が出ると思いますかまあ、無難なところで行くんだったら、レイランとか夏休みレイランとか出そう。無難なところなら止まるかな。あ、止まるね。レイランって星何本だっけ。止まるってことはグリゴリーとか出るかな。ちょっと優秀そうなの出る。あー、惜しい
惜しい、レイランじゃなくてハクの方でしたね。はい、って感じ、まあまあ何とも言えないところを引きましたよって感じが、意外と3体目ですけどね。はい、そんな感じになっておりますので、皆さんも無料分からこれ出ましたとか、よかったら教えてください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。